まあ、作らなくてもね、もう、大丈夫です。はい、おはようございます。モテマラッキーなおとです。はい、今日は、皆さんちょっとね、みんなお楽しみのこうデスボイスについてね、ちょっとレクチャーしたいと思います。それでは、お待たせいたしました。日本のヘビーメタルバンドの、誇る。いきますよ。ファントムエスキャルバキャッチャーン、カモン。いやあ、よろしく頼むぞ。こんにちは。という感じ。こんにちは。いい子なんですよ。いい子です。よろしくお願いします。そうそうそう、じゃあもう全身頭入りきらないけどね。これ硬いですよ。ガッチガチ。ガッチガチ。今は亡きダイエスプレー。ダイエスプレー。今もあるの？一応あります。無香料になって再登場。あ、本当。はい、環境に優しくなりました。大体これ一本ね、はいはい、1本作るのに一本か。どのくらい使うの？あ、むずいっすね。あ、でもスプレー一貫使いますね。一貫で4本立つ？あ、そうっす。あ、本当、はい、そのぐらいそのぐらい。昔私もね、実はこんな時代があって、別にこれ本当のことなんですから。信じてないかもよ。言っちゃうんですよ。そう、それこそX ジャパン、はいはいはい、伝説の、はい、もうトシとかと一緒の学園でやってたよ。トシももうガーッてこうやって立ててね、こうやってやるんだよね。いまだに使ってるの俺ぐらいですよ。ダイヤスプレーもう周り全然使わなくてっていう感じで、ヘビーメタルボーカリスト、デスボイサーとか言っちゃっていいよ。自分はね、ボーカリストとして、はいはいはい、デスボイサー、デスボイサーだ。デスボイスでいきましょう。今日はね、はい、今日はね、じゃあデスボイスでいきたいと思います。そう、デスボイスの種類って大きく分けたら2種類あるよね。はい、なんだっけ、フォールスコードとフライスクリーン。うん、オッケー、いいですね。はい、フォールスコードっていうのは、どんな感じだっけ。フォールスコードはなんか、うん、うーってちょっと低い感じで、低い感じで、フライスクリームはもういやーっていう突き抜ける、ね、突き抜ける高いシャウトみたいな感じで、はい、はい、じゃあボーカリストの得意な分野で、その2種類のちょっと声の聞き、使い分け、聞き方をね、はいはいはい、ちょっとやっていきましょう。はい、そしたら、まあどちらでもいいから、じゃあ高い方からいこうか。じゃあまずはフライスクリームの方から。フライスクリーム、フライスクリーム、まあ、分かりやすく言うと高い方ってこと、ね、そうですね、高い方。うんうんうん、いいね、聖剣持たせていただいてよろしいでしょうか。もうちょっと邪魔なんで、どうぞ持ってください。聖剣、これが聖剣です、これが聖剣。なるほどね、そうなんですよ。あ、こうなってんのね、なるほど。お客さんがくれました。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。これなんかあるの、あるんですか。これ長押しすると、うん、あ、でも今電池入れたもんな。電池入れ、なんかここの埋められた LED が光るんですよ。なるほど、ダメよ、あれでちゃんと言わないと。まあ、魂が入ってないとか言われる。アマゾンワンクリックス。そう、そういうことで、ちょっとね、はい、じゃあやっちゃいましょう。じゃあフライスクリームの、ね、フライスクリーム、見本のような感じでちょっと声出してもらっていい。どこ の曲でもいいですし、ちょっとお願いします。じゃあなんか適当になあ、フライスクリーム、うん、いきます。こういう感じで、ね、うわー。そうで、ポイントがね、やっぱりいくつかあって、やっぱり元となるのは同じなんですけど、腹式呼吸なんですよね。そう、腹式呼吸で高めの音を出すんですけど、その時にやっぱり喉は少し締める感じ。そうですね、うん、で練習方法としてはどんな感じの練習を皆さんにお勧めする？はあ、どういうあれだろうな、うん、なんか、うん、まあとにかくめっちゃ聞いて真似するのが一番ですけど、うん、 そうだよね、それが一番いいんだよね。はい、まあでもそれが一番ですね、うん、本当に、うん、そうだよね。ちょっと押してくれる、赤いとこ、手の